そういったところで、こちらも流れを変えてくれそうな選手はいます。今日は白のユニフォームがアウェーの大分トリニータです。2人で位置することが多いですね。そうですね。なので右のインサイドハーフが普段いるところにはこうそこのスペースを空けているような状況ですね。ベルは、はい、でそこに、中原パスにした斉藤、後ろから加藤が来ますが稲見のシュート、素晴らしいミドルシュートでした。稲見先生は東京ヴェルディ、左足を見事に振りました稲見。中原合わせに来て反らして押し込めるかどうかというところでした。そしてその得点に入るかかる前の音、これはどうでしょう、どっちですか。赤が出ました。そうです、ここでボールを奪われてしまって、このプレス早かったですよね。でこのボールがファウルがなかったら決定的なチャンスになったかどうかというところがポイントだと思うんですけども、おそらくクロスボール、今のクリア、こぼれ球、メレディがセカンドボール取ります。加藤蓮、突破力もあります。シンプルにクロス、ヘディングシュート、跳ね返りましたがコーナーキック、チャンスですね。はい、谷口決まっていたらもう最高のシュートでありましたけれども、しっかりと足を合わせました。谷口つながった、ちょっとずれた、時を見た、試合終了。